はい、どうも大地です。よろしくお願いします。チャンネル登録および高評価をよろしくお願いいたします。はい、で今日なんですけれども、ちょっとお仕事の話をしていきたいと思います。まあ僕休日はね、本当にずっとネットサーフィンをしているんですけれども、 YouTube 見たり Twitter 見たり、はたまた介護のニュースを見たりだとかね、いろんなネットサーフィンをしているんですけれども、そのネットサーフィンの中でなんかうんっていうのがあったんですよね、書き込みとしてね。でそれが某 SNS ですね。まあ本名で登録してそこで行われる SNS があるんですけれども、そちらのまあね、介護職員同士でこう、会話 しましょうねみたいな感じのね、コミュニティがあるんですけれども、そちらの方でね書かれていた、書き込みがありまして、それもうちょっとスクリーンショットで載せちゃいますね。当然このスクリーンショットで載せる SNS は本名での投稿になっているので、その方の名前であったりだとか、そのコミュニティ内であったりだとか、そこら辺がね特定されないようにちょっとカットをさせていただきますけれども、その書き込みっていうのはこちらですね。はい、仕事遅い人はやめてくれ、できないのに一人頭として数える方が迷惑や、辛辣自分に言われてんのかな、俺かな。いや、辛辣すぎるっつうかね、ちょっと違うんよ。この考え方は僕はちょっとね否定したい。まあ仕事早い人遅い人普通の人、まあ様々いると思うんです。そのね、仕事の早い遅いであったりだとかって、まあその時の状況にもよると思うんですよね。入退所が被ってたりだとか、あとは病院受診が被ってたりだとかして、で特定の仕事が遅くなってしまったりだとかいうパターンもねあるだろうし、あとはそのまあ個人の能力ですよね。個人の能力によってその仕事の早い遅いが決まってくるっていうのもあると思うんですけれども、仕事の遅い人はやめてくれではね、ちょっと違うと思うんですよね。さっきも言ったけれども、業務がいろんな業務が重なってね、その特定の仕事が遅くなってしまうっていう可能性もあるし、個人の能力っていうところでいけば他のスタッフにフォローをお願いして、なんとかその業務を乗り切るっていうやり方もあるわけですよ。で極論としておそらくやめてくれっていうふうに言ってると思うんですけれども、じゃあ実際にやめましたとってなった時に、穴が開いてしまうんですよね。人員に穴が開いてしまうんですよ。ってなってくると、そこをね結局誰か管区がフォローしなきゃならないわけで、ってなってくると、今度ねシフトを組む時にもうちょっと大変になってくると思うんですよ。今までね高級数がちゃんと確保できていたっていう中で、一人削られることによってね、例えば夜勤の回数が増えてしまったりだとか、高級数の確保がままならないとか、あとは年休もなかなか取得できない状況になってしまうとか、いろいろあると思うんですけれども、そういったことを含めてやめてくれと言っているものなのかどうか、そこはちょっと僕はわからないんですけれども、その考え方は非常に危険だと思うので、やめた方がいいと思うんですっていうお話なんですよね。うん、なんだろうね、こう本当にその人の能力が低くて全然業務が回らない、一人頭として換算できないというのであれば、まあ当然そのじゃあ他の業務なら何ができるんだろうっていう、その人に合った業務っていうのも見つけていかなきゃならないのかなっていうふうにも思うんですよね。まあこう入浴介助とかいろんな介助をやっていて、まあちょっと言い方は適切じゃないかもしれないんだけれども、能力が低くてで時間が押してしまって、他の業務が詰まってしまうというかっていうパターンがあるのであれば、じゃあその能力の低い職員が適したね仕事を振るっていうのも一つの手でしょうし、じゃあ仕事が遅いから、じゃあ他の業務を振るってなった時に、当然給料面とかそこら辺はおそらくね、そんなね今日別の仕事やってもらうから給料低くなるねっていうのはあんまりねないと思うんです。なのでそこでどう折り合いをつけていくかですよね。他の職員と同じ仕事を今までやってて、でも給料は同じだったわけでしょ。他の仕事を、まあ、比較的こう簡単な仕事を振って同じ給料もらうっていう風になったら、まあおそらくそこでね、なんであっちの人は楽なのにこっちは大変な思いをしてでも給料同じなのみたいなことも発生してくると思うので、そこはね話をして折り合いをつけていかなきゃならないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。ただ仕事が遅いからできねえやつっていう考え方もね、これよろしくなくて、仕事が遅いけどでもしっかりケアをやってるよねっていう人もね当然いると思うんですよ。で逆で仕事早いけどめっちゃ雑じゃねっていう人もいるんですよ、やっぱり。じゃあこれを利用者さん主体でね考えた時に、じゃあどっちがいいかって言ったら、当然ね仕事は遅いけどでも丁寧な方がいいよねっていうのがね当然優位に立つと思うんですよ。ただ職員目線としては、あの業務もやらなきゃいけない、でもこっちの業務もやらなきゃいけないっていうので、
なかなかこう意見が分かれるというかちょっと難しいところなんじゃないかなっていうふうに思うんです。最初にも言ったんだけれども、仕事が遅いから辞めてくれっていうのはちょっとね危険な考え方じゃないかななんて思ったりしますね。難しいところなのかなとも思うんだけれども、他にもね仕事が遅いっていうふうに考えていった時に、業務量が多いんじゃないかとか、一人に振られる仕事の量がね多いんじゃないかとかっていう可能性もね捨てちゃダメなんです。なので、今本当にこの業務は必要なのかとか、やるべき内容なのかとかっていうところもしっかりと考えた上で、仕事をしていくとね、より働きやすい環境になるんじゃないかなって思いましたっていう動画ですね。皆さんはどうお考えでしょうか。ぜひぜひコメント欄にね、皆さんの考えを書いていただければと思います。はい、そんな感じでございますかね。今日はちょっとね短めの動画になってると思うんですけれども、今回はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。エンディング変わってます、どうぞ。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても